2m20cm アジア特別枠カイソット。昨日は9ポイントをマークしました押川健信です。レオナルド・メインデル。昨日はフィールドゴールが4分の4、スリーポイントも2本決めています。旋風を巻き起こすか、越谷アルファーズ、ヒップホップです。まずは左から右です。ポイントガードのお手伝いがポイントコントロール、そして松山がついています。さあここはロシターのピックを使います。そしてロシターに送る、さらにはオッサッカーで中を見ますが、もうシュートに行かない、そして切り替えたらパスになりました。これはうまい技になりました。今ですね、今はロシターに送るというこのパスを見せましたオッサッカーです。今度はスピンムーブして飛び込んでいきました。 LJ ピングです。まあ、この辺り突進力というのは、ね、はい、一つ持ち味になりますなったんですが、今度はサイズとソアレスです。このマッチアップ、ワンドワンですね。1対1仕掛けていった、このサイズのプレーが右手フックシュートを決めてきました。今は9ポイントの持ち感が下がって、今度は榎木田とオサカベというマッチアップです。身体能力抜群のオサカベに対してスリーポイントを払ってきます。これも来ました。良さが出ましたね。さあそしてこの大阪部選手のスリーポイント、はい、迷いがありません。はい、サイズ選手のスクリーンもバッチリかかってるんですよね。はい、外選手がこう下に下がる大阪部のスリーポイント、 LJ ピークが中に送ります。カイソット、このカイソットをどのように使っていくか、ファウルになりました。さっきの横浜ビートルスやって、まあ、川村とのコンビというのは一つ話題になったこのカイソット、あ、はい、ミスマッチになっています。ゾーンですね。はい、中に送って、あ、サイズが決めてきました。はい、のところゾーンディフェンスよりかなり、ソアレスとメインデル体のぶつかり合い激しくなっています。ソアレスが押し切るのか、振り向いてのシュート、うまさを見せました。昨日も11ポイントこのソアレスです。はい、そしてこのディフェンス越谷です。ゾーンというのもあったんですが、今度は距離が空いて、このシュートも入るのか、まだ今シーズン 100% スリーポイント今日2本目、通算の4分の4ということですね。いや、はい、昨日からスリーポイント4分の4。ここは LJ ピーク行ったんですが、この争い、カイソットの高さ、ただボールを奪ったテーブスカイ、うまくいっているプレーはどんどん続けてほしいですね。またその大阪部、そしてメインデル、中飛び込んでいきます。ロシターが取っています。このリバウンドにも絡んでくるロシターです。周りを使って、また大阪部、今日3分の3はなるのか。いや、また、はい、そもそもの位置が低いですので間に合わないですね。ここはテーブスです。橋本がついています。中送って、カットして飛び込んだダンク、大阪部劇場まだ続く。流れは完全に第1クォーターアルバル東京です。これを食い止めたい松山、中に送って快速と、高さも生かしたいんですが、そうですが、うまくシュートを決めています。はい、現役ラストイヤーのこのギブスとサイズ、このマッチアップ、体の強さで押し込んでいきます。シュートに持っていった、ブロックを受けながらよく決めてきましたギブス。回転をかけながら、はい、打ったようなシュートですので、うまかったですね。ここは経験豊富です。44歳、うまさを見せましたジェフ・キルス。17対12、攻めていけるか。安藤シュートが中まって入った、飛び込んできました。身体能力のあるプレイヤーです。そうですね、ドライブからボーサンドダンクできるのはもう、チームに2人いますね、日本人で。さあ、今度は LJ ピークが、負けませんでした。試験。からギブス、また体の強さでいくのか、ミスマッチになっているが、ダブルチームできた。ただ振りほどいて、橋本スリーポイント決まった。魂の一撃超えました。ただギブス囲まれたんですけど、よく出しました。はい、冷静にパスを出しどころ、はい、もうスリーツーというゾーンです。サイズとこう橋本懸命に食らいつく、なんか飛び込んでいく菊池のシュートはパスになる、そして最後はサイズが決めています。アシスト菊池です。大事なピックを使います。そしてサイズ、最初の橋本、そして右サイドから、まあ、ゾーンディフェンス待ったんですが、打ち破ることができるか、高い弧を描いて決めた、安藤シュート打たせたんですが、そうですね、はい、井上選手のために作ったような動きですね。はい、さあ、シゲット、コマ、ケーブス、カイ、そしてザッキバランスキー、具体リスト、コマ、ギブスです。さらにはサイズ、ケーブス、カイが中に送って、サイズがダンク、押し込んできました。もう通ったらこれは決めてくるという大阪部、今日はスリーポイントも決まっています。このように続いて今日はここまで4分の3、また打ってくるが、4本目決めてきました。昨日2本、今日4本。今シーズンは周りの選手を見る、そういった余裕もできているという話をしています。テーブス海中に送った、ここは1対1、もうボールが通れば中、強さを見せるサイズです。ここも高
さでミスマッチがあります。そしてシケ、シケとテーブス、中はカイソットがパスを送って難しい体勢からシュートに持っていきました。ファールをもらっています。これが東京のディフェンス圧力ということになります。大倉回り込んでスリーポイント軌道について決めてきた。17ポイントの差、まだこちらのタイムアウト、バッチを作りたい五色アルファーズです。ギブス、ギブスが中入っていきました。加えていた、飛び込んでいきます。回り込んでくるメインデルのスリーポイントはわずかに外れました。ファウルもありません。そして走っています。今もエノキダが自分で行きました。行きましたね。可愛い形が出ました。この2人まさにチームを引っ張っています。そして松山飛び込んでくるが、ソーレスのスリーポイント、コーナーから沈めてきました。スリーポイントもあるのはこのソーレスです。リバウンドからの展開が早いですね。サッポリカットを見出すか、松山飛び込んでうまく決めてきました。やっぱりいい形のオフェンスも出ています。越谷です。松山ソワレス前を下ろした。そしてスリーポイント決まれば、おー、ビワンドの初めてのスリーポイント決まりました。松山ベンチ盛り上がります。ピックを使います。テーブスカイ、そして下ろした。アシストを勝ったこのアルバム東京はメインデルのスリーポイント。メインデル選手ミスマッチをつけているシーンですね。ここがミスマッチになっています。そしてハイソットもヘルプに行ったんですが、そうです、ここはフリーになっている。テーブスカイのスリーポイント沈めてきます。スリーポイントの精度が一気にと相手の隙、まあ、というのもついてくる、はい、こんな攻撃になっています。ここは逆に少し戻りきれませんでした。そうです、スリーポイント、またこれ高さのミスマッチになっています。ロシタ、また前が空いている。今度はソーレスつきますが、フェイダーウェイのシュートが決まりました。ショットブロックギリギリ。ロシタは北選手、非常に強力な3枚です。そこにテーブスカイ、パリオリンピック日本代表、フローター距離がありますが決めてきました。サイズです。コンビネーションいいですね。中に送った、今度は外側どうか、ダンクに行くか、軽く合わせてきました。決まります。サイズ、ミンデルから逆サイド、ロシタ、スリーポイントはここ数年ちょっとこの打つ回数というのは減っているんですが、ツーポイントを狙ってきます。あ、これも柔らかいタッチです。それもテーブスカイが得点に絡んでいます。中に送った、これをうまく通った、カイソットから LG ピークです。このプレーです。左サイド回り込んでいます。テーブスカイ、松山がつきます。このポイントガード合わせはどうか、回り込んでまたフリーになっている。これが決めてきます。このスリーポイントの精度の高さ、リバウンド取っています。怪しいマークを投げながら2人がかり、ソアレスも止めに行った。このテーブスカイなんとかつなぎます。ロシターの柔らかいタッチ、この距離も非常にうまいロシターです。手を出したんですが、これボール一度こちらに当たっています。もう1回エルボーの位置からのシュートになりました。あっとリングに嫌われたんですが、最後押し込んできました。ロシター選手、いや、ロシターです。フォローします。はい、まあ、あれだけ長い時間守って最後ああいう形で決められるのは、ちょっとダメージでかいですね。はい、おー、ただ飛び込んでいきました。これ LJ ピークのプレーです。はい、LJ ピーク、まあ、シンプルなプレーですけどね、やっぱこういった体の強さを生かしたプレーができるのはいいです。オクラが入れます。そしてギルスとロシタ、これに安藤、ロシタも激しくいっている。そして今度はメインデルに対しての後ろからの守りですが、決めてきました。メインデル、JP くん、もうここは自分で行くのか、囲まれている。なんとかついだ、ギブスのスリーポイント、あー、入りました。スリーポイントの回です。カイソットを使ってくる、ここは高さを生かして最後は決めてきました。ギブスから松山、松山中に行く。そしてカイソット、まだ距離がある。それでも上から押し込んできました。角度の、はい、テーブルスカイにシケピックを使います。左からだったんですが、最後はパスを通してエンドワン、具体ですが決めました。松山、はい、また前の選手がちょっと止まってますね。はい、シュートに持っていったんですが、はい、左をかわして決めてきました。いい材料も渡していきたい越谷です。シケがつきます。テーブルスカイとのマッチアップ、使わせていく。そして松山もうまくかわして、最後は平岩に合わせました。松山は先ほど得点を挙げました。今は出場したんですがポイントなし。そしてここはうまく合わせた、これ平岩のプレーです。いいですね、はい、テーブス選手のドライブ、松山前が空いているが、パス、そしてシケシュートに行きました。ヤシケのアタックが先ほどからついています。はい、いいですね、はい、もう一回松山下がって組み立て直します。シケからギルス、平岩とのマッチアップ、
うまくかわしていきました。ギブスのプレーです。ショットクロックも10秒戻っています。テーブス選手はしっかり見てますね、はい、コントロールしてる、周りを見ながらどこを使うのか、中に送ってサイズの左手、これもいいアシストになりました。テーブス海です。非常に冷静ですね。サイズが18ポイント、そして8つ目のアシストになったかテーブス海。おお、これ決まっています。残り6分を切りました。テーブス海かわしていきます。そして今度はグバイテスに合わせた、これも決まりました。ことごとくチャンスを演出しています。手元をトップにしたゾーンディフェンスですね、はい、前が3人、後ろが2人、はい、コーナー空いているメインデル3ポイント、柔らかいタッチで決めてきました。はい、タッチしかないですね。今の石毛選手ですね、はい、ここが遅れてしまいましたね。石毛選手としては大倉選手とメインデル選手2人を1人でつかなきゃいけない、そんな状況になってからどこに出してくるか。ノッカー、グダイツが詰めています。そして左サイドに振ってくる。ヨルチェビークのスリーポイント。おお、これ決まりました。さあ、いいカットですね。飛び込んできました。大倉です。ブロッカー。そしてシケ。OP から、ブロックしました。グダイです。この高さにまた上台を湧いています。お願いします。そしてこれも通っています。最後グダイです。まだまだ強度は変わっていません。この腰があるディフェンス懸命に行きます。そして安藤シュートのスリーポイント、これが入りました。ということでまだポイントがありません。今日のゲームの星川なんか飛び込んでいったんですが、あっとそうですね、合わせました。足元からです。ここで足が止まります。大きな期待の中で迎えた開幕節。